日本企業韓国制裁へ準備監視韓国メディアの報道によりますと複数の日本企業が韓国製の半導体製品やディスプレイを他国の製品などで代替できないかと検討していることが明らかになりました現在日韓関係は最悪の状況にあり韓国政府が今後も日本に対して挑発行動を続け 日本企業などに実害が出た場合、日本政府は制裁を発動すると見られております。この韓国政府への制裁の一つとして、日本企業が独占的に生産をしており、半導体製造に不可欠な復活水素の輸出を制限するんじゃないかと見られておりまして、そうなった場合、韓国製の 半導体全般が製造できなくなくります。日本企業はそういった事態に備えるために準備を開始したようなんですが日本政府にはこういった事態に日本企業が対応できるように企業の皆様と制裁発動に向けてしっかりと準備を進めていただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。